こう復活してからね、この片岡選手ある程度この引っ張らされているような打球が多いですので、今のファウルでうまく修正してほしいですよね。さあフルカウント、今度は右ライト線、どうか、フェアです、フェアです、タイムリーな、2人のランナーが帰ってくる、打った片岡はセカンドへ、復帰初ヒットがタイムリーツーベースになりました。片岡小亀に2点をプレゼント。いやー、片岡自身も久々6月12日以来のヒットと打点ということになりました。そうですね、よくねその前のファールをね生かしてね、もう一個こう逆に自分で少々早いなっていうのを感じて、うまくねセンターから右方向というかね、もう一我慢して、綺麗にねまたねフェアゾーンに打つ打ち方をしましたよね。そこはさすが技術ありますよね。レフト線の当たりがわずかに左ファールボールになった後、今度は逆方向ライト線の当たり、ご覧いただきましょう。このツーベースで2人を返しました片岡。片岡選手が打つと乗ってくるのはありますよね、このパフォーマンスもありますが、そうですね、